新マック就任もささやかれるフラン。8月27日、歌手で女優の鈴木愛理が、あざとくて何が悪いの？で10月から新マックを務めることが発表された。同番組は、9月24日の放送で、フリーアナウンサーの田中みな実と、テレ朝の弘中綾香アナが卒業する。10月からは、現在もマックを務める並キャンディーズの山里亮太と鈴木がタッグを組み、2人体制で進行する形となりそうだ。番組終盤、VTR に出演した鈴木は、8歳から23歳までハロー。プロジェクトでアイドルとして活動していたので、アイドル的なあざとさは持っているのか否かって感じですが、あまり気張りすぎず、いつもの私の感じで、新しくあざといって言葉の扉をガシガシ開けていけたら、と語っている。鈴木は8月6日に同番組に出演し、恋愛トークで修羅場経験もあります、などとインパクトあるネタを展開。浮気された経験もあり、そうした男性に引っかかるのは、家族も恵まれたし、仕事も楽しくやらせてもらっているから、そういうところで、と明かし、田中から、わかる。同じ。と共感を呼んでいた。この放送回は SNS でも盛んに拡散されており、そうした話題性も加味したマック抜擢だったのかもしれない。だが、鈴木の抜擢を喜ぶ声の一方で、視聴者からは不安も囁かれている。鈴木愛理毒ないし恋愛語ってええんか？鈴木愛理様が活躍するの嬉しいけどあざとくてごめんねは違う気がするミスマッチじゃないか？愛理好きだけど全マックの人たちと比べて腹黒さが足りないし、かといって愛理に腹黒さとか出されるのもちょっと嫌かも。これまで番組を担ってきた田中さんと弘中さんはどちらも毒のあるトークで人気を得てきました。特に田中さんは、あざとい言動についてトークを展開する中で、あざとい女側としての経験談を盛り込んで、あまりにも詳細に解説できるところが魅力でした。田中さんと弘中さんのコンビ感も番組が支持されている理由の一つです。一方、鈴木さんは自他共に認めるポジティブなタイプで、毒っ気とはあまり縁のない印象です。2017年までハロプロのアイドルグループセッシユーとは活動していたため、赤裸々すぎる恋愛トークもできず、立ち回りが難しいのでは。ただ、うまくハマれば、キャラクターの新規開拓につながりそうです。いずれにせよ、本人にとっては大きな挑戦となりそうだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。